こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はフィルイン、ジャズのフィルインということですね。フィルイン特集ってロックの場合はあったりするじゃないですか。でロックの場合はリズムを刻んでこう間のフィルインを区切っていく、もうフィルインが見せ場だったりするので、いろんなこのフィルイン集、フィルインこうベスト100みたいなのがあると思うんですけど、ジャズではですね、僕が考えてるのはフィルインは何を入れるかよりもどこに入れるかの方がすごく大事だと思ってるんですね。なので、フィルインの、役割として僕が考えている大事なことは、今までと違ったリズムが差し込まれることによって次の展開が予測させる動きということで、フィルインも8ビートのフィルインもそうで、要は今までの流れが8ビート タカ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 ってこうパワーが溜まっていくことによって、あ、盛り上がっていくのかな、まあ、ちょっとこう8分になったからこう減速するのかなとか、まあこういうこう区切りをするという、逆に言うとフィルインって例えばこうタンタンタカトンを繰り返したらこっちがフィルインリズムで、タンドツッ、これがフィルインに聞こえるということですね。要は今までの流れと違うものが差し込まれる。ジャズの場合はシンバルレガートで、今基本形のフィルインを入れてみましたが、こう、リズムが、ジャズの場合裏から表にっていう形が多いんですね。なのでシンバルレガートが3-4-1-2-3、裏から始まる。でこの同じタイミングから始まるときにこれ3連を入れると、ちょっと重めのフィルインになるということですね。あとはシンコペーションを入れたりするのもフィルインに聞こえます。でこういう3連の頭からっていうのは実はジャズではあんまりやらないです。ただ絶対じゃないので、例えばとかもあるし全然使わなくはないんですけど、なんかの流れから表に行くときに結構こうきつい感じがするんですね。裏拍からさりげなく入れるやつの方が区切りとしては非常に、これは表拍だけどここの裏にすに入れて、ワンツータタツー、ワンツースリーフォーワン、こういうのもフィルインになります。なので正直ね、もう僕はこの3つをこれを散りばめて、こっちはちょっと重たいシンバルだからちょっと盛り上がる、これスニアでただの区切りっていうのを入れてやってみると、例えばどこに入れるかが大事。全部入れてみたんですけど、これを例えばどっかはスルーしたり、例えば4じゃないとこにフィルインを入れる、っていうのをちょっと違ったところにこう入れてみましたけど、これでこう全然違うんですよ。だから相手のメロディーに対してどこで何を言うかっていうのが大事で、どこで受け答えをするかの方が、どこで区切るかっていうので相手は演奏しやすくなったりしにくくなったり、新しいアイデアをもらったりっていうことがまあ行われるって僕は思ってるんですね。だからフィルインをバリエーションをガンガン増やしていく必要は僕はジャズでは全然ないと思ってます。だから音楽の勉強をした方がこう、要はピアノの
アドリブがどういう風に流れていくのか、ギターの流れがどういう風に流れていくのか、この人は今次何をしようとしてるのかを予測しながら合いの手を入れてあげるっていうことの方が大事だと思ってるんですね。なので、まあ、僕もオンラインの、コミュニティやってるんですけど、そこではやっぱりドラムのテクニックもやるんですけど、テクニックよりかはやっぱ音楽的なことを勉強してほしいということで、やっぱり理論の授業の方がすごく多いんですね。なのでこう次ギターが何をしようとしてるのか、次何が来るのか、ギターのフレーズはこういうどういうふうに作られてるのかとかっていったものを勉強する方がすごく大事だと思ってます。そうするとドラムは基本的にこう区切りとしても成立するんですけど、メロディーとしてつなぐ、要は僕はこのタームってやってるので、このタジャーンっていうのも、これもまあシンバルがなければターム A っていうやつ、まあこれなんかほとんど基本形と一緒なんですけど、ただこう表からだけどちゃんとこう表に向かってシンバルこうね、こうちょっと僕裏入れましたけど、裏から表表表という風に入れると、あとシンコペーションブックのアクセントっていうのが、これはもうメロディーじゃないですか。こういうのってそのままシンコペーションブック使ってもいいので、シンコペーションブック、要はジャズのメロディーを演奏してれば別にフィルインとしても使えるし、アイネとしても使えるって感じなんですね。で、まあ組み合わせて、という形ですね。こうターゲットに向かって、合わせていくってことですね。例えばこの組み合わせて使おう、もうまんま使ってみましたが、要はターゲットノートをここに目かけて、何かこうコンピングからうまくこう分厚くなってってここに向かってるっていう感じがあれば、フィルインっていうのは長くても大丈夫だし、短く区切ってもいいんですが、短く区切るとね、8小節フィルイン8小節フィルインっていう風になっちゃうんで、こう要はドラムのレガート以外って何してるかって、対旋律を作ってるんですよ。だから完全にメロディー側に行くのか、簡単な受け答えの単発の音をうまくつなげてってここに持っていくのかっていう話、これ後でちょっとまたお話ししますね。でターゲットはシンコペーションでもいいということですね。これ全部頭の表に向かってるんですが、8分シンコペーションして食った形に持ってってもいいですよっていうお話です。進行感があるので、こう4小節目のところとかに完全に表で区切っちゃうよりかは、こうやってシンコペーションつなげていく、こういうこのくってまだつながっていくんだよ、話が1回終わったんだよっていうのをうまいこと使い分けてあげて、これをメロディーの合間のどこに入れるかっていうことの方が重要だってことですね。だからフィルインのパターンをたくさん覚えて、これも大事なんですけど、それよりかは2つ3つのフィルインで構わないので、ちゃんと相手の音を聞いてどこで入れてると効果的かっていうのを覚えていった方が、ジャズの方はすごくこう効果的に上手くなると思いますし、ジャズってやっぱ心が通うかどうかなんですよ。だからギタリストがそうやって、まあジャズに限らずですけど、ロックの場合もここにフィルインでしょって、このリズムパターンでしょっていうところで心が通うんですけど、ジャズの場合はここで合いの手とか、ここでこうしてほしい、ここでこういうフィルインが欲しい、サックスがこうやってやって終わらせるのって大体ドラムなんですよ。このフレーズ終わらせてほしい、そしたら僕はその次つなげるって感じなんだけど、そこで音がないと物足りないって言われます。で物足りないって言われるとみんな音量上げるでしょ、そうするとうるさいって言われます。だからこう大事なのは、音楽の勉強をしていて、その音楽に対してどうアプローチするかを勉強しないと、なかなかジャズは上手くならないかなっていう感覚ではあると思います。はい、それでは、質問があったんですが、バラードのフィルインはどうするんですかってなるんですが、バラードはゆっくりなので、まあ、ブラシでやるんですけど、バラードって考えると基本的にはバラードはずっと、3連しか使えないんですね。
ではここで小刻みにフィルインを入れてもいいんですけど、もうフィルインっていうともうこれとこれしかないんですよ、このフィールだとね。で僕が言ってるのは必ず売店に行きなさいよ。で売店っていうのもいっぱいあって、また別の動画があるので見ていただければいいんですが、こう手だけ売店に行ってるパターン、ハイハットも一緒に売店に行くパターンで、完全にリズム刻んじゃう売店のパターンっていうのが、あると思ってるんですが、普通バラードの場合はもう擦るのを倍にするだけ、倍のフィルが入ってくるっていうのだけでフィルインになるんですね。なのでちょっとこうなんか欲しいんだけど、ここでフィルインを細かく、喋りすぎな感じがするじゃないですか。だから、軽く何か受け答えをしたい。だけど軽く受け答えするの3年入れるとちょっと重たい。そうすると売店リズムがちょっと切り替わったよっていうのがフィルインになるんですね。そしたらこの売店は倍に行けば倍のフィルイン何でも使えるので、例えばこれ入れてみましたけど、全然問題ないじゃないですか。では売店に行けばフィルインは何でも、もう今までやった練習のフィルインはどれを使っても構わないですね。そうするとこのタトーンっていうのももちろんフィルインじゃないですか。こう倍のフィルイン、これ、さっきやったこっちのフィルイン、これをそのまま売店で入れてるだけじゃないですか。そしたら3年売店に行って3年に行って売店のフィルイン入れてるっていう、こう行ったり来たりする。自由に行ったり来たりしてるとドラムなんかいろいろ自由に対戦率作れてる感じがするでしょ。こういう感じですね。だからバラードでフィルインをすると最初のうちはこんなできないですけど、こうやって売店に行ってみたり3連に行ってみたりを切り替えて、もう最初のうち書いてね練習するのがいいかなと思います。はい、その他の注意点ですね。これは普通のテンポに戻りまして、僕がよく見てていいと思うのは、ジャズらしいフィルインっていうのは裏からさっきから言った裏からスタートして、打ったターンこういう裏からスタートして表に進行していく感じっていうのがジャズらしいですね。で表から行くこのタッカタッカっていうのはリズムとしてはハマってるんですけど、全然ジャズらしい動きじゃないんですね。例えばこのアロヨット、この音形って悪くはないんですよ。で裏これ表からこのここのね、タンタンってつながってタタンってつながる、これがこのここの音量がでかいと。ここで区切れてここで区切れちゃうので、タンラッカチャーンみたいな感じになるんですが、タンタドドンってタンタパドンだったらいいんですね。裏から表っていう風に音色で使い分けれればいいんですが、基本的にこういう音形っていうのはこう表から裏、表から裏じゃなくて表裏表裏表っていう風に表現できる人はいいんですけど、こういうフレーズってどうしても同じ音量で叩くとタッカタッカ
から裏に行くフレーズに聞こえちゃうんですね。こういう風にやれればいいんですけど、大概の人は全然できずにそのままタッカタッカって叩いちゃうので、あのペケって書きましたけど、叩き方によってはうまくいくんですが、こういう音形って頭に浮かんでなかなかみんなやるんですよ。うんトラッタうんトラッタうんアラッタっていうフレーズをよくやるんですね、見てると。で古いジャズでそういうのやってる人いるんですよね。全然だから間違いじゃないんですけど、まあなんかちょっと盆踊りみたいに聞こえてあんまりかっこよくはないかなっていうイメージですね。で、こういうフィルインっていうのは何かっていうと、ただここにフィルインが突然入るっていう叩き方をする人が非常に多いんですが、これよりは、要はコンピングからつなげていく。じゃあまずそのいきなりフィルインからいくタイプね。何もないからで急にフィルインがガーンってきて急に音量が上がってっていう、こう音楽ってやっぱこうジャズってこうメロディーなんで、こういう風につなげてきた音量のバランスももちろんあるので、で何もないところではなくてこういう単発なんだけどシンコペーションして音をつなげていく、これまだあのシンコペーションで音のつなげ方っていう動画があるのでよければ見ていただければいいと思うんですが、単発なんだけどシンコペーションして次の音に次の音に、ウッタウッドンドンドーパンウッタタンウッタツクタタドーっていう風につなげている。要はワンツーツタワンツーツドンドンドンっていう感じで一個ずつ切ってるんじゃなくて、そのシンコペーションの音が次につながっていくって音色でつなげてあげて、でフィルインにつなげてあげて、フィルインの音量もあんまり大きくなりすぎないように。なぐらいに受け断りしましたが、ただ相手に対して相手の音を見ながらこう横でちゃんと音をこう、ね、音少なめでちゃんとつなげていって、で音が分厚くなってフレーズが終了していって、相手とこう対戦率がこう重なっていく形っていうのを作るのがジャズのフィルインなんですね。だからフィルインのフレーズだけロックってそれでいいじゃないですか。8ビートやっててフィルインやればそれで済むので、じゃなくてシンバルレガートをしながら対戦率を作っていってフィルインで解決するっていう感覚ですね。フィルインは表に運ぶために、フィルイン頭へ向かう助走的なイメージ。ワンツーツッターンウッドンボンボンパンドドンバツクタダドンドンみたいな、こう最後のところのこうこう飛び箱をこうやって狙ってってゆっくりトン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 と加速してタタタタタトーンボンって飛ぶイメージですね。こういう感じのイメージなので、ここだけで物事を考えない、こうちゃんと対戦率を作ってってフレーズを終わらせるところにフィルインを入れるっていう感覚でできるとうまくいくと思います。バラードももちろんそうです、こうやって売店にしていって行ったり来たりしてちゃんとここに解決する、もしくはシンコペーションでちゃんと続きのフレーズを歌うみたいな形が、いいかなと思います。なんかフィルインっていうとフィルイン特集出してくださいってよく言われるんですけど、フィルインのフレーズをたくさん覚えるよりはどこに入れるかっていう勉強をする方がやはり僕はいいのではないかなとは思っております。でそれをどこに入れるかっていうのはやっぱセッションでやって聞いて、まあ、自分の意見や一緒にやった人の意見を聞きながらどう思うかみたいな、もうちょっとなんかバタバタして聞こえるねとか、あ、これちょっと受け答えしすぎじゃないみたいなので覚えていく感じだと思うんですね。やっぱ僕らもレコーディングとかするんで、レコーディングすると顕著に言われるんで、なんかもうちょっと落ち着いていこうかみたいな感じで言われたりとか、ここら辺もっとこうスカスカでいいよとか、ここもっともっとちゃんと分厚くしてとかいう風に言われてやっぱ上手くなってきたので、こういう形じゃないかなと思います。やっぱ録音して聞いて録音して聞いて、それが実際に自分が思ってるようにできてるかどうかっていう、録音して聞く人に聞いてもらうっていう作業が一番上手くなるんですね。だから
ここら辺をやっぱりちゃんとやっていくといいかなというふうに考えています。とメルマガ登録していただけるとこの資料の方はこちらでダウンロードできるようにしておきますので、メルマガ登録まだの方はぜひ、チャンネル登録もいいなとか勉強になったなと思った方はこのタイミングでぜひいいねとか、チャンネル登録してください。そうすると僕喜びますので。はい、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。